双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに双葉町後継者結婚対策協議会からファーストデートについてのお知らせです。双葉町結婚対策協議会では、ふるさとを忘れない、友達作りや恋人作りを応援することを目的として、9月27日土曜日午後4時からいわき市上田町ホテルアクセスにおいてファーストデートを開催いたします。現在協議会では参加者を募集しています。対象となる方は双葉町民の方や双葉町出身の方、独身の方で、定員は男性25名女性25名で、定員になり次第受付を終了いたします。参加費は3500円で、会場までの交通費は自己負担となります。参加を希望する方や詳しい内容を知りたい方は、双葉町教育委員会教育総務課障害学習係、電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。続いて教育総務課障害学習係から、生活学級婦人学級のお知らせです。生活学級婦人学級は、双葉町民の方ならどなたでも参加できる学級です。9月6日火曜日、防災講座として、いわき生活学級では午後1時30分から、双葉町いわき事務所大会議室において、クイズや防災グッズの使用実演などを通して分かりやすく学べる防災セミナーが開催されます。同じく6日火曜日午前10時から、すみれ学級では健康講座と茶話会が開催されます。9月10日水曜日、桜婦人学級ではいわき市文化センターにおいて健康講座が開催されます。9月11日木曜日、相馬南相馬生活学級では原町障害学習センターにおいて消防職員による防災講座が開催されます。参加を希望されている方は、時間に遅れないようにお集まりください。詳しくは双葉町教育委員会教育総務課障害学習係、電話 0246-84-5210 番までお問い合わせください。おしまいに、避難地域住民交流会開催のお知らせです。日本赤十字社福島県支部では、広域に避難されている双葉町民の皆さんの交流を図ることを目的として、10月9日木曜日、磐梯熱海温泉ホテル花の湯において交流会を開催いたします。バイキング形式の昼食や温泉入浴などを楽しみながら、語り合い思い出に残る一日を過ごしましょう。申し込み受付期間は9月8日月曜日から12日金曜日までです。詳しくは広報双葉9月号をご覧になり、双葉町役場郡山支所、電話 024-973-8090 までお申し込みください。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。
続いて今週は双葉町の湯原秀康さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉町の湯原秀康さんにお話を伺います。湯原さん、こんにちは。あ、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします、はい、湯原さん、現在はどちらにお住まいなんですか？あ、現在埼玉県の羽生市、はい、そこに住んでいます。はい、羽生市で、生活をされるようになってからはもう長いんですか？そうですね、去年の12月、中旬からこちらです、引っ越して住んでいます。はい、ということはもう今年の冬で1年になる感じですね。そうですね、少しは慣れてきました？そう、慣れてきました。あ、よかったです、そうです、あの近所付き合いもね、皆さんあのいい方ばっかりで、はい、そうですか。今日はあの湯原さんに、湯原さんが出された本、追憶、ふるさとを離れてという詩集ですけれども、こちらについてお話を伺っていきたいと思います。はいはい、湯原さんはこの詩集を出されるということで詩を書かれていたと思うんですが、詩、あの詩は、震災以前は、ずっと書いていたものなんですか？震災以前はですね、まあそう書く余裕っていうか、書くあれもなかったんですけど、はい、あの 3.11 の後ですね、はい、あちこち点々とするたびに、日記みたいな感じで、はい、いろんな出来事をね、書いてたんですよ。震災以降に書くようになったってことなんですね。そうなんです、書くように、何かこう本を出されるのにはきっかけっていうのはあったんですか？はい、本を出すにあたってはですね、友人がですね、あの避難所の喫煙所でたまたま3人でタバコ吸ってまして、はい、まあ友人というか先輩なんですけど、はい、創作活動で書いてみたらどうかって褒められて、はい、それで帰って、いろいろ直していただいたり、やってる間にですね、はい、あまりにも作品数が多くなりまして、それで一区切りつけた方がいいかなと思って、はい、それで本を作ったんですけど、はい、本が出来上がった時っていうのは湯原さんどんな気持ちでした？いやー、もうなんもう言葉にできないぐらい嬉しかったですね。それでね、はい、もう表紙見てね、はい、あ、自分のね生まれ育った部落の、はい、前田の大杉がね、はい、と出てますので、もう見るたびにはですね、ね、まず表紙にとても素敵な字で追憶というふうに書かれてますよね。はい、これは湯原さんが書いたんですか？これはですね、友人のお兄さんが、書道家の方いらっしゃいまして、はい、心よく、私が書いてあげますよ、渡辺水宝先生という方なんですけど、はい、その方に書いていただきました。とっても味のある素敵な字ですよね。なんか皆さんね、心が落ち着くっていうか、はい、そういうふうにおっしゃいますね。そして大きな大きな杉の写真ですね。はい、はい、これがまたふるさとを思い出す一枚なんですね。はい、そうです。で、裏表紙は神社の前で皆さんが法被を着て手を合わせてるような写真がありますね。これはですね、青年会の方で、はい、大杉会って言いまして、はい、ちょうどこれはですね、震災の1ヶ月前に、はい、神社の前でね、初馬祭ってありまして、はい、それで神楽と、あと豊祭踊りですね、はい、それを毎年やってるわけですよね。はい、ええ、伝統的なお祭りの写真も1枚載せたということですよね。そうですね、出来上がった、中見ていただくと分かるんですけど、はい、そのお祭りの様子ですね。はい、これは本当に震災の1ヶ月前です。大事な写真ですね。これ中にね、私神社写ってるんですけど、はい、その中にですね、私小さくねいるんですよ。はい、この中にいらっしゃるんですね。はい、そうなんです、神社の境内の中ね、はい、私神社の氏子総代十何年やってましたから、はい、この写真はね、これ私撮った写真なんですよ、みんな、はい、ね、本当大事な写真とともに、たくさんの詩が綴られていて、中には、お酒にまつわるような詩も多くありますよね。そうですね、
そうです、ほとんどお酒ですね。ね、お酒ってか、もうお酒飲まないと眠れなかったんですよ。避難所の生活はですね、はい、教室の中でね、34人ぐらいいましたね。もう布団引くと歩くとこないぐらいでしたので、そうですよね、。この中の詩で一つだけちょっと紹介をしたいんですけれども、はい、酒は飲んでも飲まれずに生きて帰る夢を持ち、思い出詰まったふるさとへ取りに帰ろうまた今度。すごくいろんな思いが詰まった詩だなって思いますね。ありがとうございます。お酒を飲みながら書いたこともあるっていうふうに聞いたんですけれども、ほとんどそうですね。でもとっても分かりやすい言葉で、日常の言葉で綴られているので、とっても心にストンと降りてくる、分かりやすくて、伝わる詩ですね。ああ、そうですか。ありがとうございます。でこの本はどなたかにこうプレゼントされたりはしたんですか？そうですね、いろんな方にお世話になったので、はい、図書館関係とか、あとはですね、本当に一番あれですね、加須市の、記載高校にお世話になっていたので、加須市の市長さんに、差し上げようと思って、連絡取ったらですね、差し上げるんじゃなく、贈呈式になっちゃってね、大きくなっちゃって贈呈、もうそれで市長さん以下、重役の方ですね、いっぱい来られて、加須市の記載市所で贈呈式を行ったわけなんですよね。緊張しましたか？緊張しました。今でも大事に市長さんの名刺は、枕元に置いてあります。また加須市の、図書館4つあるそうですけれども、そちらにも置いていただいてるそうですね。はい、はい、そうですね、10冊ずつ置いてあります。羽生市にも図書館1個なんですけど、そこにも10冊置いてあります。またこの放送を聞いて読んでみたいなと思われた方は、双葉町役場の方に連絡をしていただければ大丈夫ということですのでね、ぜひご連絡をしてみてください。また今現在もね、詩を綴っているということですので、今後もまた、本を出す可能性もありますよね。はい、そうですね、それに向けて今少しずつですけど、もうね、また第2弾出したいなっていう気持ちであります。ぜひ頑張って、そして楽しんで詩を書いてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。いえ、ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ、双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。